オーベロンとティターニアのいさかい、ジョゼフのエルペートン作オーベロン、またはオーベロンは、中世及びルネサンス期の文学、伝承上の妖精王である。1590年代半ばに書かれた、ウィリアム・シェイクスピアの戯曲、夏の夜の夢の登場人物としてよく知られており、作品中では、妖精の女王ダイターニアの王廃とされている。エルフの王としてのオーベロンの地位は、 メロビング朝の伝説的な歴史に登場する魔術師であるアルベリヒに由来する。伝説では、アルベリヒはメロビング朝の名祖であるメロベックスの異世界の兄弟である。アルベリヒは長男であるウォルバートのためにコンスタンティノープルの王女の手を勝ち取った。13世紀付近に書かれたブルグント族の詩ニーベルンゲンの歌においては、アルベリヒはニーベルング族の宝を守っていたが、 ジークフリートによって征服された。また、アルベリヒは、北欧神話の伝統的な、エルフの王であるフレイもしくはイングに結びつけられる、こともある。オーベロンの名が13世紀前半に文学に登場し始め、レプラウセスイフェイツジュノーブルフーオンでボルドーという名の、武勲誌において、英雄を手助けする妖精の小人、オーベロンが最初である。ボルドー伯爵、セグインの息子である、 ユオンは住処である森を通り抜けるときに、忍者からオーベロンに注意するように忠告された。しかし、彼の礼儀正しさは、オーベロンの歓迎するところとなり、ユオンは探索業において、オーベロンの手助けを得られることとなった。ユオンは皇帝の息子、シャルロを自己防衛のためとはいえ殺害してしまったために、バビロンのアミールの宮廷を訪ね、 許しを得るべく様々な異業をなさねばならなかった。そして、オーベロンの助けなくしては、成功を話し得なかったのである。このエルフは、背丈は、低いが非常に端正な姿であった。オーベロンの説明によると、彼の洗礼の際に起こった妖精が背丈に呪いをかけたが、後に、怒りが和らいだ際に、償いとして、素晴らしい美しさを与えてくれたという。アルベリヒは、 ニーベルンゲンの歌においてドワーフ、小人として描かれるが、その背丈が低いことに関しては、このように説明されている。現実のセグインは、839年に、ルートビヒ一世の下で、ボルドー博になり、845年に、ノルマン人との戦いで戦死した。特等王、シャルルの息子である、幼年王シャルルは、この物語のシャルロと告示した待ち伏せ状況下で、 オーボワンという人物によって負わされた傷により866年に死去した。このようにオーベロンは9世紀の出来事を元にした13世紀のフランスの宮廷物語に登場している。オーベロンには、いくらか、ケルト風の装飾が与えられている。例えば、徳の高い人物に対して、常に満たされている杯付きがある。トマス・ブルフィンチによれば、以下のように紹介されている。 魔法の杯は晩餐を与えてくれた。その力はワインを生み出すだけでなく、望む時に食物をも生み出した。この物語においては、オーベロンは、妖精、クロリアンダとユリウスカエサルの息子とされている。鳥の死に存在する物語の写本には、オーベロンの独立した物語の形式で、ユオンド・ボルドーの話に対する序幕と四つの、後日談が含まれている。後年のフランス版も、 同様の形になっている。シェイクスピアも、ジョン・バウチャーによる1540年頃の英訳を通じて、この物語とオーベロンについて知ることとなった。フィリップ・ヘンズローの日記によると、1593年12月28日に、ヒューン・オブ・バード・サイズという儀曲が演じられたとの記録がある。オーベロンは、ウィリアム・シェイクスピアの、夏の夜の夢において、すべての妖精の王であり、 妻である妖精の女王、タイターニアと争っている。二人の争いは、オーベロンが故障として、取り立てようとしている赤子に関することである。その赤子は、タイターニアの死んでしまった人間の友人の子供であったため、タイターニアは、友人のために自分がその子を育てたいと思っているので、ある。オーベロンもタイターニアも力を持つ妖精であるがために、 彼らの論争は気象に影響してしまう。タイターニアが子供を渡してくれないことに激しく起こり、オーベロンは彼女が眠っている間にその目に魔法の花から作られた液体を注ぐ。その液体の効果はタイターニアが最初に見たものに対して恋に落ちてしまうことである。タイターニアは目覚めた後、パックによってロバの頭をかぶせられた食行のボトムに狂おしいまでの連情を抱く。 一方その頃、二組の男女が森の中に入っていた。ハーミアとライサンダーはディミートリアスとヘレナに追われている。ディミートリアスはライサンダーと同じくハーミアを愛しており、ヘレナはそのディミートリアスを愛しているのである。オーベロンはディミートリアスがヘレナを拒絶するのを見て、パックを使わしてディミートリアスの目に液体を少し注がせ、ディミートリアスがヘレナに恋するように仕向ける。 しかし、パックは間違って、ライサンダーに惚れ薬を注いでしまい、その後ディミートリアスにも注いでしまったため、ヘレナは二人の男から愛されて、混乱が発生してしまう。パックが自分のしでかしたことを元通りにし、ディミートリアスが、実は自分は本当にヘレナを愛していると気づいた後、オーベロンはタイターニアと彼女の恋人ボトムを見て自分がしたことを後悔する。 オーベロンは魔法を解きタイターニアは目覚めて二人は和解する。ありがとうございます。